こんばんは。3月6日土曜日の夜でございます。平山茂と申します。最近は家にいるよりもこの車の中にいる時間の方が長いです。いつもご視聴ありがとうございます。平山茂です。今日はもう時間がないので、もうシンプルにこれだけ言わせてください。せーの、大丈夫だよ。